僕とお友達になろうよ。いいよ、なろうなろう。いや、なっちゃダメだよ、ココちゃん。どうもシュンズ TV です。前回の動画見てくれた人わかると思うんですけども、犬のポンゴが自分の子供たちが行方不明になったということで必死に探しています。なので今日は私とココちゃんでこの公園内で子犬を探したいと思います。きっとここら辺の公園に子犬がいると思いますので、ねえココちゃん。そうだね、絶対いるよ。探そう探そう。神様、よし探すぞ。子犬ちゃんどこかな。子犬ちゃん、ちょっとココちゃん、早いよ早い早い。あんまり早く行きすぎて転んだりしないようにね。わー、滑り台とかブランコとかもいっぱいあって本当に楽しそうな公園でございますけども、目的は子犬を探すことだからね。ココちゃん、分かってる分かってる。子犬さんどこですか。子犬さん、ちょっと滑り台で遊びたいだけでしょココちゃん。あれシュンさん、ちょっと待って。どうしたのココちゃん。なんか声聞こえない。声、え、声、ねえねえ、一緒に遊ばない。僕とお友達になってよ。本当だ。ちょっとココちゃん、何か今声が聞こえたけども。ちょっとさ、お友達になろうって言ってた。そうだよね。でもどこにいるの。どこにその人はいるんですか。わかんないけどさ、友達になっていいんじゃないの。ダメでしょココちゃん。お願いだよ、僕は友達がいないんだ。そして僕は男の子だよ。どう、友達になって一緒に遊ばない。いいね。でもさ、姿見えないんだ。どこにいんの。ちょっとさ、僕の友達どこだか。ちょっとココちゃん、なんか怪しい気がするよこの声。本当に友達になっていいのかな。いいんだよ、出ておいで。僕と一緒にブランコでもやらない。ちょっとココちゃん、マジかよ。本当にこの声は誰なんでしょう。ココちゃん、怪しいから絶対にその声の男の子と友達になっちゃダメだよ。なんでよ、僕友達欲しい。友達いっぱい欲しいんだってばっさん。まったくココちゃんはすごく好奇心が旺盛なんですから。やったやった、ブーランブーラン。あれシュンさんさ、どうしたのココちゃん。あそこに男の子立ってない。え、本当だ。あれがさっき声をかけてきた男の子ですよ。やったやった、僕あの子と友達になりたいんだ。こっち来て一緒にブランコやらない。ダメだってココちゃん、話しかけちゃ何か様子がおかしいよ。いいんだよ、僕あの子と友達になるの。こっち来てよ。ちょっとココちゃん、いやもう勇敢でございますね。ダメだココちゃん、この公園はちょっと完全に怪しいです。もしかしたら男の子の幽霊がいるかもしれないですから。幽霊でも僕はお友達になりたいぞ。やばい、今日はもう帰った方が良さそうですね。ちょっとココちゃん、やったやった、遊ぼうよ。どこにいるの男の子。ちょっとココちゃん、目的忘れてない。子犬を探す目的でこの公園に来たんでしょうか。まったく、ちょっと待ってください。今確かに、あれ？気のせいか。ココちゃん、子犬が今いたような気がしたんですけども。いないよ。だからさ、こうやって遊ぶんだ。まったくもうココちゃん。でも今日はなんか嫌な予感がするから帰ろうよ。ね、ココちゃん。なんだまったく。じゃあ帰るならさ、あの男の子にバイバイしてからでいい？なんでバイバイするんだよココちゃん。いいじゃん、ちょっとどこにいんの？男の子。まったくココちゃんは、早く帰るよね。皆さん、この公園とっても怪しい雰囲気ですので、とりあえずもう私たちは帰りたいと思います。子犬探しは中止です。よし、分かった、帰るぞ。してね。いやー、トイストーリールームまで戻ってきましたよ。いやー、子犬を見つけることはできませんでした。おもちゃの皆さん聞いてください。おお、ちょっと待ってくださいよ。ポンゴとパディータが何かやっているんですけども、一体これは何をやっているんですか。教えてくださいよジョンソン。寂しさを紛らわすためにボールを渡したら楽しく遊んでいる。ボールで遊ぶのが大好きみたいだ。そうかおもちゃのみんなありがとう。そうだよね、子供たちがいなくなっちゃってポンゴとパディータはすごく悲しい思いをしていますけども、でもボールで
遊べば悲しみも忘れられますからね。ははティア、シュンさん、子犬たち探しはどうだった？ Yes, we can だ。いやそれがですね、子犬探しをしていたんですけども、公園にすごく怖い男の子が現れて、そして子犬探しを中止したんですよ。シュンス TV、 シュンス TV。ポリスステンチ。怖い男の子？一体どういうことですか？なんかですね、ココちゃんにお友達になろうって言ってきたんですよ。今現在ココちゃんは1階のリビングでおやつを食べているんですけども。なんだって？もしかしたら子犬探しを誰かが邪魔しているのかもしれない。一体誰なんだろう？子犬探しの邪魔をするなんて僕たち怖いよ。わーママいやあ、こんにちは。何をしているのかね？子犬探しなんてうまくいくはずないだろ。そう、公園で男の子の幽霊のようなものを出したのはこの私だ。スクリーンロケーションで脅かせば子犬探しをやめると思ってな。ああ、ちなみに今現在クルエラは私と一緒にいるぞ。子犬を必ず見つけて、そして毛皮のコートにしてやるからな。覚悟しておけよ。ロッゾ、マジかよ。ロッゾが邪魔をしていたんですね、子犬たち探しを。やばいですやばいです。クルエラとかロッゾに先に子犬たちを見つかってしまったら、マジで毛皮のコートを作られてしまいます。そうなる前に早く子犬たちを見つけたいんですけども、手がかりが全然ないんですよね。ああ、そうだ、ミスタープリックルパンツ、このポンゴとバディータに何かいろいろ演技を教えるとか言っていましたけども、今現在どんな感じなんですか？この二人はすごく賢い。お手やおかわりだけじゃなくて、伏せ、その他にも喜ぶ演技や悲しむ演技などいろいろなことができるようになった。やっぱり二人は演技の天才だ。そうなんだ。やっぱり犬って頭がいいって言いますから、覚えも早いんですね。ミスタープリクルパンツが一生懸命演技の練習とかをしているみたいですけども、引き続き我々はいなくなってしまった子犬たちを探したいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。この後も演技の練習だ。演技に集中をさせてくれ。ママ。いやあ、こんにちは。何をしているのかね？私の作戦は完璧だぞ。シュンズ TV にいるポンコとパーディータが本気でシュンズ TV を潰そうとしたら、おもちゃたちもめちゃめちゃにしてくれるだろう。早く子犬たちを見つけて奴らと取引をするか。ロッツへ質問だ。映画で見ても動画で見ても思うけど、悪いことするのいい加減にしろ。何を言っているのかね？私はいいことをしているんだぞ。人はいつかおもちゃを捨てる。それは悪いことじゃないのか。私は捨てられた過去がある。だから人間に復讐をしているのだ。そう、おもちゃたちのために良いことをしているんだぞ。ロッツさんに質問。おもちゃの富か車は好きですか？ああ、私は特に車は好きではない。ストロベリーは大好きだがな。ロッツさん、仮面ライダーリバイス仲間にしてください。ああ、もしもその仮面ライダーリバイスが強いのであれば仲間にしてもいいんだが、私は今回大きい犬のポンゴとパディータがシュンズ TV を潰してくれると信じているので、これ以上洗脳する必要はないと思うがな。ああ、もしもシュンズ TV を応援したい奴はチャンネル登録をした方がいい。ただし、私にとっては敵だがな。どちらか選べ。さあ、どうかね。